皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は最近購入した韓国系のお洋服やパジャマなどの購入品紹介をしていきたいと思います。ご興味のある方はよかったらぜひ最後までご視聴ください。はい、では早速紹介していきたいと思うんですが、今回買ったお店はシュクリエさんです。インスタのストーリーとか見てたら広告とかでもね出てくるので、多分見たことある方も多いと思うんですが、私がすごく気に入っているサイトでいつもお洋服を買わせていただいているんですが、まだご紹介していなかったものをご紹介させていただきます。もうインスタとかではこの服もそうだし、 YouTube でも結構ね着てたりはしてたんですけど、こうやって購入品で紹介できていなかったので改めて紹介させていただきます。ではまずこちら今着てるお洋服なんですけど、チェックショート丈トップスというものになります。ショート丈のトップスなのでお腹がちょっとね出るデザインなんですよ。なのでなんかハイウエストなお洋服に合わせたりとか、まあね夏なら別にお腹ちょっと出してもいいかなって思うんですけど、韓国っぽくて可愛いなと思ったので買いました。全部着てみた動画はこの動画の最後にご紹介させていただくんですが、すごいね可愛くて、生地も割としっかりしていて、なんか薄くないので透けたりとかはしないです。可愛かったので買いました。続いてチルデンニットカーデというこちらのカーディガンを買いました。ちょっと分かりやすいようにねハンガーかけたんですけど、こんな感じです。今年ね高校生最後なので制服での撮影もねたくさんしようかなって思っているんですけど、このカーディガンが色味が可愛かったので買いました。続いてがチェリー刺繍メロートップスというもので3色展開だったんですけど白を買いました。こんな感じで、これもちょっと短めの丈なんですけど、私あんまり T シャツを着なくて、でも夏は T シャツコーデとかしたいじゃないですか。であんまりなんか韓国っぽい半袖持っていないなと思ったので、さくらんぼのワンポイントとかってやっぱり韓国っぽいのかな、可愛いなと思ったので買ってみました。続いてこちらのパーカーを買いました。袖フリルリボンのジップパーカーになります。黒とグレーがあったんですけど両方いいなって思ったんです、それぞれに。でもこのグレーの感じが可愛いなと思ったので買いました。この袖フリルってことなんですけど、ちょっとねここがフリルになってて、ここリボン結べるっていう感じなんですよ。なのでなんか私シンプルすぎるパーカーはなって思ったんですけど、こういうちょっとしたねこういう可愛いところ、リボンとかフリルとかっていうのがちょっとスポーティーになりすぎないかなと思って、制服コーデとかにも合うと思うんですけど、ちょっとラフな感じで可愛いなと思ったので買ってみました。このチャックのところがこれちょっと丸いリングみたいな感じになってるチャックです。で続いてパジャマを2つ買いました。まずはフロントシアーレースルームウェアというものです。これすごい可愛くて、トカンごっこの時の動画で着てたと思うんですけど、ちょっとルームウェアはもう着た動画があるのでご覧ください。こんな感じです。すごい可愛いですよね。ちょっと韓国っぽい半袖のパジャマ持ってなくて、韓国っぽいって言ってもなんかガーリーな感じで女の子らしいデザインなんですけど、こういうなんかフリルとかレースとかが大好きなので買ってみました。すごい可愛いのでまたナイトルーティーンとかで着てるかなと思います。可愛い。でもう一個パジャマ買ったんですけど、さくらんぼレースルームウェアということで、ピンクもあって可愛かったんですけど白を買いました。こんな感じです。こういうね袖のところがまたちょっとクシュッとしてて、ズボンも足がねこうちょっとクシュッとしてゴムが入ってる感じになります。これちょっとフリフリとかね好きなんですよね。着てみるとこんな感じです。さくらんぼが可愛いなと思って買いました。はい、というわけで買ったものは以上なんですけど、他にこの時にピアスとかアクセサリーも買ったんですけど、それはもう最近買ったアクセサリー紹介で動画出しているので、よかったらそちらご覧になってみてください。そのアクセもシュクリエさんで頼みました。はい、では全部着てみた全身の動画をご覧ください。どうぞ。はい、
い、というわけで今回はインスタの広告に出てくるお店シュクリエさんで購入した購入品をご紹介しました。過去にシュクリエさんで買ったお洋服はいっぱい投稿しているので、ぜひルックブックなどね、気になる方は見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなって思っていただけた方はぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。またお洋服買ったらご紹介します。